今日はパン工場とアンパンマン号だよ。この中はどうなってるのかな。まずはアンパンマン号、アンパンマン号から開けていってみるよ。中はこんな感じ。何かモニターがあるね。バイキンマン、バイキンマンが何かいたずらしてるのかな。そしてこれがかまどかな。かまどにパンを焼けるようになってるみたい。それからこれがノーズパンチ。手で動かしてアンパンマン号の鼻でパンチをしているんだよ。それじゃあ今度はこっちのパン工場、パン工場を開けていってみるよ。屋根を外して、そしてこっちから開けれるんだね。それから、あ、ここも開けられる。食パンマンがいたね。かまど、かまども入っていて、この中に、アンパンマン号、アンパンマン号と、食パンマン、食パンマンが入っていたよ。それから、これは椅子かな？アンパンマンの顔が、貼ってある椅子。そして食パンマンの形をした、これはテーブルかな、テーブル。そしてまだちっちゃな道具がいっぱい入ってて、あ、これも食パンマン用の椅子だね。これが電子レンジかな、洗濯機かな、なんだろうね。こんなのも入っていたよ。これだ。やっぱり、これは、電子レンジじゃなくて、オーブンになってるんだね。鍋をこうやって煮ていくところ。パン工場の前は花壇になっていて、メーケンチーズもいないね。食パンマンだけがいるんだよ。アンパンマンは、バイキンマンをやっつけに行ったのかな？パン工場とアンパンマン号の中を見ていったよ。楽しかったかな？チャンネル登録して次の動画も楽しんでね。スマホのみんなは説明欄を見てね。